我々もそのお迎えの、グレードを上げたいと思いますし、またお見えになる方々もですね、ぜひそのマナーを守っていただくように、していただけないだろうか。昨日の定例会見で鳥取県の平井知事は鉄道撮影のマナーアップ運動を始めると発表しました。撮影マナーをめぐっては各地で危険な行為が確認され、先月には鳥取県でも列車に抱きつく様子が SNS 上で拡散し注目されました。こうした中、今日鳥取県で鉄道会社や県警、自治体などが参加し、鉄道撮影のマナーアップを目指す協議会が開かれました。これまでも沿線を挙げてそうしたマナーのキャンペーンをやったり、また愛好家の方々をお迎えすることもやってきましたけれども、全国の愛好者の方に声が届いているとも言えないかもしれません。そんなわけで今回パワーアップをしてですね、鉄則というもの5箇条定めてみてはどうだろうか。てっちゃんの皆さんに守っていただきたいルールという意味であります。今日の協議会で平井知事は、誰もが安全に楽しく撮影できる環境を整備したいと、5つのルールを定めた鉄則を導入し、危険な行為については毅然とした対応を取ることが大事だと説明しました。明日は鳥取県日野町で朝からマナー向上のための啓発活動を行う予定だということです。